张照片，代表这杯调酒它的发酵。照片中间的小卡会解出说这杯调酒所使用的原物料跟烈酒。因为比较推荐什么吗？喜欢喝什么样风格的调酒？我喜欢带点酸的。我会帮你推荐九号，这杯芒果园，带有包种茶的茶感跟茶香，就轻松易饮，带点酸甜。写真でこのさウイスキーの味とかその写真でイメージの。でこれキッチンのカード書いてるのは今中の味。これ私頼んだのは9番のマンゴーで、お茶の味とちょっとスパイサーがあって、で多分バーボンだから香りはいいと思います。すごいね、メニューも高級な感じ。我们刚门口走进来，左手边有六个威士忌的橡木桶，我们直接做桶边取饮。第二页跟第三页的第一个品项，它是我们哥玛兰的普饮款，酒精浓度在40-46%。接下来后面的话也是原酒桶强度的威士忌，然后有一个三重奏的选项，你可以从前三页任选三杯，折扣价是1100元，算一人份的最低消费。OK， 我们看一下，これ一杯目。で、1、2杯とこれ、2つ。前段的话，您可以喝到一点点像是哈密瓜瓜果的感觉；中段会有一点点像是肉桂；尾段的话，你可以喝到一点点像是黑可可的表现。是香槟熟成的全石雪莉，全石氧化型熟成的雪莉酒所造出来的桶子。小姐的芒果园。这个酒取材来自于在芒果园里面，你可以闻得到不止芒果的气息，还有点草本、大地、土壤的感受。これ上のこの葉っぱ、匂いがあるから、酒の中入れてもいい、ここに置いてもいい、とてもいい。本当の焼いた、いい匂いがする。入れよう。マンゴーもあるし、マンゴー味もする。美味しいのカクテルと思う、この感じ。酒の甘、重くない。酒あまり重くない。さっぱり感じもする。Start with the fino and with the oloroso sherry.Want to change another ice cube? Just let me know. Okay, thank you. Italy から今で飲みます。で、ガラスはここに入れてロックで飲む。このままでもいいし。酔っ払うよ。酔っ払います。やばい、めちゃめちゃ濃いよ。ただ本当にいい好きで、香りがあの酒のつまみがある。これちょっとメインのご飯みたいなメインで、後ろの方はこれ予約しないといけないからセットコースね。チーズこれ。
飲むやっぱり揚げ物。紫芋、じゃがいもとさつまいもの揚げ物。真ん中は明太子ソース。食べてみよう。あまり芋好きじゃないけど。お菓子みたい。チーズとハム。一番酒合う。東坡肉。でこれ糸が入ってね。もう来てるから直接取れば大丈夫で言いました。取りました。とりあえずご飯一口。エビが生えてる。桜エビみたいな。煮込んだみたいで肉の食べる感じがちょっと甘さが笑いました。お疲れ様でした。